ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。ですね、ジャパンカップ準決勝ですね。佐世保ドッグス N16 位と対戦です。佐世保ドッグス強いですからね。1対3で負けてますし、昨年確かには N2 だったんですが、正直安心できないチームだと思います。さあ、その前にまずキャピタル東京と練習試合やりましょうか。さあ、普通に見よう。直前、さつき決めました。いいですね、いい攻め方してますね。早くも順調な先制を決めました。2000級のメンバーなのかな、このキャピタル東京のメンバーは。なんぼなんでもここまでうまくいきすぎです。かな、さすが、シュート。ここは拾ってほしかった。さあ、課題が増えていきます。さーっと守備が もしかしたら攻撃不利になると守備があんまり動けなく、棒立ちになって動けないとかいうオチじゃないよね。逆に守備にすると攻撃が棒立ちになって動けないとか、そういうオチじゃないよな。課題がどんどん増えていきます。多分これ練習試合だと課題が出るペースが早いのかも。さあ、ゴール前、危ない。おーっと、バーに救われた。落ち着いてますね。かな。おーっと、これは、もったいない。こういうところを直していかなければなりません。ファールじゃない。おーっと。さあ、積極的にチャージしますが、ユーナ、これはすごいな。ヒラリーも超えました。あーっと、入れ合えてしまった。ひな形、さすがです。ゴール行って、でこれでセンタリングでイゴールに決められました。試合終了ですね。いいとこだけ。これですよ、サツキ。ヒラリーが乗し越えて、いつわいかサツキがいた。
ですね。さあ、いよいよ佐世保ドッグスとの試合です。スタメンはこのままで、先発はバランスでいきましょう。力つけてきてきましたね。エイカとそんなにいかなくなってきた。さあ、もう A も2つあるんですね。 C も3つあるけど、さあとクラリス入れ替えましょう。まあそういう意味ではミオも安定はしてるけどな。ミオサチコと入れ替えましょう。さあ、いよいよ準々決勝、なんとかいい勝負してほしい。まあ、もっとも会津キャットピアでやりますが、アウェイかどうかわからないか。勝率は圧倒的上回ってますね。どうかな。でも本当かな。さあ、キックオフです。さあ、危ない。夏木が、夏木のジャンプ力すごい。あっと、バカ、大内山に加えた。早いです。さあ、ナイス。おっと、どうしたんだ。しっかり取ってほしい。ちょっと不用意なミスが多いですね。これが後に響かなければいいんですが。さあ、ジャボロン総員です。さあ、取り込めないか。さすがにちょっと無理があった。すぐ引き上げます。落ち着いてますね。緑が様子を伺います。ファールです。さあ、結構近いとこだぞ。試練を迎えました。最初のうまい。緑タッチ。クルミを追いますからね。ルミはこんなとこまで来てたのか。うまい。緑ナイス。緑ここ越えました。シュート、ちょっと遠かった。また緑だ。おーっと、すごいスーパープレー。さあ、ゴール前1対1になった。決まった。すごい。緑、見てくださいよ。守備陣を押しのけて、この3人実質いますからね。抜けて、最後は強烈なシュート、キーパーの横を抜けて回復、叩きつけました。先制です。さあ、緑元気です。元気いっぱいですよね。緑がくるみくらみから、ここは夏木が落ち着きます。緑、また緑だ。さあ、緑、今度は左右シュート。あーっと、横に、これは逸れてしまいました。今度はクルミかなと思ったが、そうは甘くはない。さあ、相手の攻めが気になります。こちらもすごい。おっと、これはこういうとこ夏木さすがです。さあ、アディショナルタイム1分です。おっと、これで前半終了です。ちょっとヒヤッとしましたけどね。ミオとマドカとミユキが疲れてますね。クラリスに変えましょう。まずは
さあリードで、後半に挑みます。一人だけ変えました。スタミナ切れると走力落ちますからね。おっと、うまいくるみに渡したがボールがこぼれてしまった。さあ壁が結構厚い印象ありますが、これは夏希のキャッチ、救われてますね。あまりディフェンダーの出番がない印象です。さあどうするかですね、悩みますが、窓から疲れていたので、まあ、変えていきましょう。おっと、長いに真奈美が、さあこの緑に通ったシュート、緑まだ動きます。さあ長い、おっとパンチングになった、出ました。相手ボールのスローインですか。これはどうしたものだ。守備陣に変えましょう。みゆき疲れてますね。かなり変えます。さあちょっとこれは気になるぞ。ナーコに危機を出しました。さあこれはマナミにすぐ守備が来まして、長いと会えてしまった。ちょっと守備が弱いぞ。なやかがクリア。さあまだピンチが続く日本ヤーギ、これは高い。さあ残り20分を切りました。おっとファールか。おっとこれは同点に追いつかれてしまった。オーバーヘッドキック。アンラッキーです。大内山のオーバーヘッドキック。さあ後半に入ってちょっと押されているんで、ここは巻き返してほしい。さあチャンス、くるみ1対1、右に外れてしまった。ちょっと対戦に無理はあったんですが、焦りかな。これはさあ相手の方が攻められます。くるみさすがナイス、緑にファールですねこれ。おっと大丈夫かな。さあその緑が蹴ります。直接シュート、今度はコーナーキックになります。さあここ勝負どころです。ショートコーナーにしたぞ。あーっと、さあラストチャンス、決まった、緑さすが。終了直前ラストチャンスで決めた緑、素晴らしい。さあカナーがゴール前があって、再び時間がないのを拾いに行きます。そのカナーのセンタリングを緑が決めて試合終了。終了直前の勝ち越しでした。さあ大内山の脅威が結構ありますよ。大内山と日本柳がいずれも強くて、そして緑ですね、先生棋士、これにすごい赤いくぐって、ほう、この試合緑が大活躍、 MVP ですよね、この試合文句なしの1対1、この冷静さも光ります。ワンツー、ちょっと最後焦りすぎたか。後半チャンスをつかむんですけど、ここまあでもちょっと足りなかった。さあ
距離がどんどん続きます。これは高かった。ただその4分後、大内山がフリーキックからビートキー、フリーキックから大内山のナイスクル、そしてこちらも決定的なチャンス、クリーが取るんですが、ちょっと焦ったのか右へ添えてしまいました。さあまたチャンスをつかみます。これでコーナーキックになってショートコーナーを選びます。これ鎌が必死に拾いに行くんですよ。これもやっぱ大きい。最後に決めたのはそして緑、この鎌が拾いに行かなかったら終わってましたね。緑ゴール前にいて一気に決めてきました。もう一度見てみましょう。そうですね、飛び込みましたね。緑の動きも特徴、くるみが結構牽制されてるんですが、その裏を変えて緑、見事な勝利でした。接戦でしたが、結果的には終了直前のシュートで思いしました緑2ゴール。これで準決勝進出です。はい、課題いただきました。これで準決勝進出。勝ち越したの、おっとキャピタル東京敗れましたね。コーチシマートス、確かキャピタル東京って首位じゃなかったっけ。そうですね、首位優勝のチームなのに、これはジャイアントキリングと言えるのではないでしょうか。してもう一つ押さえとか、リマステン大阪とエルドラド欧州5位ですか、3位と5位が勝ち上がってきましたね。リマステ大阪は武蔵野ホーネッツを、筑波田ガマを、エルドラド欧州は破って準決勝進出です。当然です。はい、ということで、見事に我がクランカリバーズ準決勝に行くことができました。準決勝は高知四万十市です。当然強いチームですね。まあそんなに強くは、 N1 としては強くはない。まあ最もちゃんと油断をせずにきっちり勝っていきたいと思います。その前に2週後ですね、いよいよ公式戦、今年の公式戦ラスト、函館ペンタゴン戦です。これはしっかり取りに行くか、取りに行くか、まあ公式戦もいい形で、終えたいと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録が力になります。今900人超えておりまして、1000人まであと100人を切りました。応援のチャンネル登録をしていただいて、収益化のチャンスください。よろしくお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。